ハローバンは、せつです。見てくれてありがとうございます。今回はですね、久々に、パッチ当たった銃ですね、紹介していきます。こちらのハンドガンなんですけどね、1911を紹介していくんですが、ハンドガン全般的にですね、セミオート、特にフルオートとかのマシンピストルだったりとかはパッチ当たってないんですが、こういう単発系のハンドガンにパッチが当たりまして、反動がほんの少し軽減されているといった感じになっておりますね。まあ、クロスヘアが若干ちっちゃくなったっていうのもあるのかな。まあ、とにかくパッチ型って少し強化されておりますので、その比較をね、やっていこうかと思っております。では、まずは比較した映像をご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。あんまり変わってなかったんじゃないかな。あんまりというかもうほとんど多分変わってなかったと思うんですが、多分ね、パッチが当たった方は、マズルジャンプの間隔が狭くなったかなってイメージですかね。そんなイメージです。ちょっと説明が若干適当になってしまいましたが、ごめんなさい。ほんの少し中距離狙いやすくなったかなっていう感じですので、そんな劇的に変化してないので、わあ、すげえ強くなったっていう感じはしないと思います。ではね、実際使っていくんですがね、これすごいね、大型アップデートのおかげでサイレンサーとかつけれるようになったんですね。で、初めて今回つけていくんですけどね、これすごいね、しかも今ロングマガジン、拡張マガジンついてるから、すげえブーメランみたいな形になってるんですね。はい。ではね、今回はこのようなアタッチメントですね、サプレッサー、拡張マガジン、大口径ですね。これでダメージを上げて、このサプレッサーつけると、威力が4も減るんですよね。実際使ったことないからどのぐらい威力が低下するのかわからないのですが、見物ですね。これでやっていくんですがね、あとはステディウムとかは必要ないかな。今回のパッチで少し強くなってるから、アドバンスライフルとかも。で、1911ですね。これにした理由は、これが一番反動がね、セミオートの中で大きいので、わかりやすいかなと思ったんですけど、今お見せした通りあんまりわかりにくかったので、なんか微妙な感じになっていますが、これが劇的に変化されているんじゃないかなと個人的に思ったのでね、まあ、反動がでかい方が、わかりやすいかなと思ったんでね、これで頑張っていきます。よし、それじゃあやっていきましょうかね。アーヘンだからちょっとロングレンジになるから、まあいいかな。今回安定してるってことなので頑張っていきたいと思います。よし、行くぞ。これグリップ変えてるからね、見方は違いますがね。よし、行こうか。初サプレッサーになりますね。先ほども言いました。威力が弱くなってるってことなんだけど、今ね、3発キルできたね。意外と威力弱くはないんじゃないか。それ無理。ヤッキー。一発か。なんかリロードモーションなくて今、リロードできたけど、どうなってんだ？危ない。取られちゃう。でも今進んでいったらちょっとやばいかも。リロードしといて。くしょ。無理。無駄に打ちすぎた今。さあ、途中でレーダーいけたっぽいけど、さあ来るぞ。よし、4発か。ちょっとまずいな。いやー、これ厳しいな。なんかね、そっか策略家だから即座にリロードできちゃうのかな。これそんな感じだったと思う。ちょっと厳しいのかな、今の。レンジ的に回復したのかな。そんな威力弱いっていう感じしないね。普通のハンドガンっぽく使える。あの距離厳しい。お、やったぞ。オッケー。この駆け引きに勝ったぞ。ラッキー。来ないな。ここで立ち回るの良くないんだよね。遠距離用武器じゃないから今回。っと前に出て狙われてるな。危ないな。ちょっと待って、後ろも怖い。後ろ倒してくれた、ラッキー、ありがとう。え、カウンターじゃない、レーダー。わー、ちょっと待って、山岳だよね多分来る人。わかんないな、ずっと見てるね。しかもここいらで待っとこうか。いや、危ないな。もう10発でほんとよかったわ。拡張ないと厳しいんだよな、この武器。7発で倒せないから。怖いな、全然リコン活躍できなかった。あー、難しいね。くそ、ケアパケ取られちゃうな、この調子だと。誰もいないな。直行できるかな、直行。いた、いたぞ。死んだか。あ、何取れるかな。7発か。いや、くそ、てめえ餌にしやがって、絶対許さないぞ。やつの土玉をぶち抜いてやる。まだいるかな。この野郎、待ってくれ。よし。あ、怖い怖い怖い。あ、弾回復した。絶対来るでしょ。100% 来るから。この野郎。あ、左。いや、ちょっと待って、怖い怖い怖い。無理無理ダメだよ。ちょっと厳しいね。なんだろう、弾というか、そもそもあんまり得意じゃない武器だからね、このガバウンドは。で、この、なので、クロームメーサーにすると、BO の頃のガバメントを思い出すね、カラーリングが。こんな感じでめちゃくちゃテカってたからね。怖いな。跳ね上がりがめちゃくちゃあるからさ、これ、このハンドガンに関してはリコイル制御が必要なんだよね。そんなハンドガンないでしょ。って誰もいないんだけど。ぼっちぼっちぼっち。ぼっちだよ。もう無理。ああ、一発当てた、すごいぞ、俺。オッケー、やったぞ。どこ、後ろ。あ、よかった。あ、どこ ?7 発。よっしゃーもう、グダグダ。あ、リーコンステンバイ。リーコン。前から来るか。いるね。あ、後ろ怖いな。オッケー。大口径ついてるからやっぱいいね、これ。オッケー。一人来たな。格好の獲物だ。来るかな、格好の餌食だ。あ、またなんかあそこで待ってないか、角待ちしてない。よし、同じ人だ。こっち側からリスポンで向こうに行っちゃったな。だそう。じゃあ同じ人しかなんかかわいそうになってきた。いや、かわいそうとか思っちゃいかんな、これ戦いなんだ。すげえ身代で打ちしてくるじゃん。これ餌にしよう。火炎放射器一番いらないからね。今いたな。遠距離厳しいんだよな。これをカバーにして、これバリケードにしていけるんじゃない。カウンターだ。あぶな。なんか投げてきた。よし、オッケー。やっとこっちか来るやろう。あ、来ない。回ってくるか。そうはさせない。あー、取られちゃったか。まあいいや、もう一個ある。これも餌にしよう。カウンターとレーダー、バリアする。あ、ちっいやー、もう難しいよね、この、なんだ、キャンセル。今作キャンセルほんと難しいと思うんだよね。いる。あ、オッケー。なんだカウンターか。カウンター出されちゃうとちょっと面倒だな。よし。いいよ。やっぱハンドガン使うならこの場所キープした方がいいね。この左右で頑張って防衛すればなんとかいけそう。ああ、これは無理だな。左は大丈夫。前だけ見つめて。よし。6発でいけるからリスポーンないよね。さあ来い。ちょっとした遠距離で倒したいね。ここで倒せりゃいいけどな。ほらね。カウンター出されちゃった。あ、これ。よし。な、ほとんど一緒の人しか来なかったけど。まあ、これもしょうがないよね。フリフォあるあるだよ。はい。ということで、おお、ブログストーン取れた。一応、そうだね。取ったやつもあげようかなと思ったんですけど。あ、でもこれは、そうだな。あ、このバージョンか。もう一つ取ったので、それも流そうかな。個人的にこっちの方がかっこよく取れたんじゃないかなと思います。で、今回ね、こういろいろあるので、武器賄賂だったり、ヘルメット賄賂、武器チャーム賄賂、ユニフォーム賄賂、で、電撃戦賄賂いきましょうかね。これ、6個かなあるので、引いて、何か武器とかが出ればいいけど、迷彩欲しいんだよね。ターコイズってやつ。あ、ルビー。ルビーいいじゃん。近接か。近接いらないな。あ、服はいらないな。あ、これは来た。これ当たりだ。ルビー、ハンドガンのルビーだ。おっと、ライフルのルビーも出た。いいね。はい。といった感じですね。ということで、今回は、コルトガーメント、1911G ですね。まあ、それだけではないんですが、単発のハンドガンが、精度が良くなってね、反動が若干軽減されているような感じになっていますので、うん。まあ、使っていくと、使いやすくなってるんじゃないかなと思いますが、ほんのちょっと変わってるっていう感じですので、そんな劇的に強くなったとも言えないので、そうですね。もう気持ちですな。気持ちで行くと、使いやすくなってるかもしれません。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。結構久々のコールオブデューティ動画でしたが、なんとかやれたんじゃないでしょうか。それじゃあ、また次回ですね、なんかやっていくと思いますので、もしよろしければぜひ見てください。それじゃあ、ファモ。